PDS PDS Hey guys, my name is Dante. 今日はとね、ワイングラスを声で割るという動画を撮ったんですが、割れずボツになった Dante でございます。今日ずっとね、ワイングラスをおーってやってたんですよね。ちょっと聞いてください。もしかしたらこれで割れるかもしれない。で、まあ、ドンキでね、ネタをね、いろいろ探しに行ったんですけど、こちらね、見つけたんですよ。ピカチュウバンクと、ホモエモンバンク。以前に僕ね、猫のやつで紹介したことあるんですよ、こういう系で。で、このね、二つを見てたら、とあることができんじゃないのかと思って、お互いボタンを押し合うバンクを作ってみようかなって、思います。で、なんか、まあ、人間で言う。おい、何してんだ、言う。おい、やめろよ。なんだ、言う。おい、きつけんだよ、おい、おーいってな感じで、どんどん喧嘩になっていくっていう感じで、だからピカチュウ VS ドラえもんです。でもあってもいいかなって、こう、永久にね、ボタンを押し合うっていうの面白いじゃないですか。まあ、電池が切れるまでですけど、まあ、だいたい2000円ぐらいですよね。ピカピカとか言いながらで、やってんのか、これ。できるかなー。ちょっと電池入れてみますか。マジダメ元なんで。はい、では電池入れました。つけてみましょう。お、喋った喋った。ドラえもんです。え、喋った。え、かわいいかわいい。はっ、ピカチュピカチュピカピカ。すげえかわいい。どうかな。あ、でも同じぐらいか。この手を、どうにか、こう、こうしないといけないから。手に割り箸をくっつけて、手の長さをね、伸ばしつつっていうね。ちょっとね、割り箸があると、邪魔して動かなくなっちゃうんで、蓋をね、ちょっと半分だけ切らないと。よし、できた。え、こんな感じにします。これだと大丈夫だと思います。見てください、見てください。いきますよ。手だけ出てる。ちょっとね、グルーガンでくっつけていきたいと思います。こんな感じです。で、たくさん食べようね。お、いいねいいね。欲しい欲しい。はい、ちょっとね、これできるかわかんないですけど、やってみましょう。ダメ元でいきます。ダメだ。こっちではどうだ。ギリギリやな。あ、今のいけたっぽいな。今のいけたっぽいな。ちょっといけたんじゃない今。あ、いけたいけた。待って、いけたいけた。いけたいけた。あー、ちょっとピカチュウがダメだった。はい、ではね、ついに完成したピカチュウとドラえもんのね、喧嘩を見てください。どうぞ。ポップ、ポップに見てもらうか。ポップ。
相手なんてドラえもんとピカチュウのね、貯金箱、ボタンをね、押し合う装置を珍しく大成功で言いました。イエーイ。で、もういろいろ結構工夫したんですが、最初はね、磁石でやろうとしたんですよ。ちょっとうるさい、ちょっとうるさいですね。まあ嬉しいうるさいなんですけど、まあ最初磁石でやってたんですけど、磁石と磁石がくっつき合ってね、ダメでして、あと割り箸だけでもやってみたんですけど、それでもね、ダメだったんで、結局ね、たどり着いたのがこれ。何でしたっけ、これ。思い出せない、なんだっけ。と、なんかこっちはね、ネジとくるくるのやつをね、重さを出して、ボタンを押すっていう感じで、珍しくね、大成功して、もうほんと気持ちいいですね。今、2時なんですけど、2時。で、ほんで、今世紀のね、大発明だと思ったら、グッドボタンお願いします。でねし、うるせえ。はい、PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。